キルメスパルティードはアルゼンチンブエノスアイレス州のパルティードである。大ブエノスアイレス都市圏に位置する。成長所在地はキルメス市である。面積は125平方キロメートルである。人口は58万829人であり、大ブエノスアイレス県で3番目に人口が多いパルティードである。名称は先住民のキルメス族に由来している。キルメスパルティードの地区図支店。 2001センサス、インデック &DPE、キルメス視聴者アルゼンチンで最も消費量の多いビールの銘柄はセルベッサ・キルメスである。セルベッサ・キルメスは1888年にドイツ系移民の夫ベンベルングがキルメスで起こした会社であり、1920年代にはブエノスアイレスで最も人気のあるビール銘柄に成長した。現在は、 年間150億リットルのビールを製造しており、アルゼンチン国内のシェアの75%を占めている。キルメスパルティードには2つのサッカークラブが本拠地を置いている。1897年に創設されたキルメス AC はプリメーラディビシオンで2回優勝している。1899年に設立された CA アルヘンティーノ・デキルメスは プリメーラ B メトロポリターナなどでの優勝経験もあり、2012から13シーズンにはプリメーラ D メトロポリターナで優勝した。キルメスパルティードにはフィールドホッケーチーム、バスケットボールチーム、ラグビーチームなども存在する。1666年にはキルメス大聖堂が建設され、1976年にはキルメス市教区が創設された。初の市教は、 コルヘン・オバク神父であり、彼は国家再編成プロセス中の人権保護活動で有名である。1967年にはキルメスに福音教会が建設された。ありがとうございます。